うん真面目ですよ真面目です硬い硬派な内容ですよねえ硬派なんか僕がやっぱ切った感じで言った方がいいんかね私もねそれはちょっと思ってた思ってたうんまね今日はねちょっとやなさんの担当なのではいちょっとお願いしていいですかやってみます今週のエッチじゃないもんワードこちら女子あお これはね、うん、罪だね罪罪かな罪だねえ、ね、切ったことによってね罪が増した増した、うん、でもほらねえみんな真面目にさ、うん、ねえ春先にこう、うん、ね頑張ってフレッシュな子達が入ってきて頑張りますって、うん、じゃあさ入社試験って言葉はどうなるの <laughs> お試し。お <laughs> ぉおお試されてるんだよ <laughs> おおうまいよ、これは。なんかね、これさ、ずっとユートピアさんさ、すっげえこれ、エッチじゃないもんワードだなって思いながら聞いてたんかななのかなずっとね。いや、もうこりゃ、エッチな男だよ。<laughs> <laughs> 女かもしれないけど。ただの、ただのエッチな男ン <laughs> <laughs> 女かもしれないけど。ちょっとどちらかわかんない。ひ,からひらがなでなお名前だったからね。女の子かもしれない。<laughs> かわいいよね。私最近もなんか、これめっちゃエッチじゃないもんワードにいいなと思ったのに忘れちゃったんだよね。でもさ、一定の量聞こえると全部エッチじゃないもんワードに聞こえない。わかる。うん。なんだろう、かっこいいミシンみたいな感じに。そうそうそう。なんてきちゃうけど、え、なおさ、なんかこれっていうのがあったんだよな。なんだっけな。そう。えうん、ちょっと。 次までに思い出しといて。なんかの店のメニューだった気がする。店のメニューあーあーなんか、中国のお酒みたいな。中、マッコリみたいな。いや、違う。違うの。<laughs> なんかね、お酒でね、なんか。 マッコリも,も考えようって。<laughs> <laughs> なんか、<laughs> なんだろう、なんか、紹興酒じゃなくて、なんだっけ、なんかね、あとちょっと、見つけたら言うね。紹興でさ、何かその、エッジじゃないもんワードさを見つけてるんだとしたら、相当上級的に、ね。<笑><笑>なかったよ <laughs> <laughs> え、なんかね、あったのそれに近い何かで、近いかあって、メニューで、えー、おうって思ったの。お って思ったけどその時に誰にもあこれッチじゃないもんワードじゃねって言えなくて言える感じのメンバーじゃなくて <laughs> あーあるねあの飲み込むっていう <laughs> 自分の中で飲み込む <laughs> しょうがないからそ,うそ,うそっとね胸の中にねそうでいにあったらよと思ったのに忘れちゃった <laughs> 分かるこれがらちょっとメモっとこうやねやっぱねメモなきゃだめ写真撮っとくわじゃちょっと3回続けて入社していただいていいですかねかりました頑張ってフレッシュに入社したいと思いますよろしくお願いします女子アナ入社 女子アナ入社女子アナ入社おおじゃあ男子アナ入社だった場合はどうなるんだ <laughs> <laughs> 確かにえ女子アナって言葉あるけどさ男子アナってあんまりいい言わないね。 あれじゃないあの女優さんって言うけど男優さんってあまり言わないみたいなそういう話確かに俳優って言うもんね,俳優,んねも俳優さんだと女性も入るもんねうん不思議だね不思議です女子はなぜつくのかっていうね確かにそれなんか、ね、深いテーマですね <laughs> なんかいろいろありそうですけどねそれちょっとく深そうなテーマなんで<う>またあのちょっとお酒飲みながらししうそうしましょうはい、ね、そのやながエッジだなと思った名前を <laughs> <laughs> 一緒にねお酒飲みながら 見つけたら言うって、ね、小興酒でさ何かそのエッジじゃないもんワードさを見つけてるんだとしたら相当上級的、ね、<laughs> なんか、ね、なかったよ <laughs> えなんかねあったのそれに近い何かであってメニューで、えー、おーって思ったのおーおって思ったけどその時に誰にも「あこれエッジじゃないもんワードじゃね?」って言えなくて言える感じのメンバーじゃなくて <laughs> あーあるねあの飲み込むっていう <laughs> 自分の中で飲み込むっていう <laughs> しょうがないから そう,そう、そっとね、胸の中にね。そう、で、あいにあったらいいよと思ったのに忘れちゃった。わ <laughs> かる、これからちょっとメモっとこい。ね。やっぱね。うま <laughs> いよ、これは。なんかね。これさ、ずっとユートピアさんさ、すっげえこれ、エッジじゃないもんワードだなって思いながら聞いてたんかな。なのかな、ずっとね。いや、もう、こりゃー。 エッチな男だよ。女かもしれないけど。ただの、ただのエッチな男。女かもしれないけど。ちょっとどちらかわかんない。ひ <laughs> んかひらがな仮名でなお名前だったからね。女の子かもしれない。可 <laughs> 愛い,いよね。私最近もなんか、これめっちゃエッチじゃないマワードにいいなと思ったのに忘れちゃったんだよね。でもさ、一定の領域超えると全部、<laughs> 罪かな。罪だね。ね <laughs> 切ったことによってね、罪が増した。増したうん。でもほらね、みんな真面目にさ、うん、ねえ、 春先に、こう、ね、頑張ってフレッシュな子たちが入ってきて、頑張りますって。じゃあさ、入社試験って言葉はどうなるのお、試し。試されてるんだよエッジじゃないもんワードに聞こえない。わかる。なんだろ、うかっこいいミシンみたいな感じに、なんて来ちゃうけど、 なおさ、なんか、これっていうのがあったんだよな。なんだっけな。そう。ね、ちょっと、次までに思い出しといて。なんかの店のメニューだった気がする。店のメニューああなんか、中国のお酒みたいな。中、マッコリみたいな。いや、違う。違うの。なんかね、お酒でね、なんか。マッコリも考えようなってなんか、なんだろ、うなんか、紹興酒じゃなくて、なんだっけ、なんかね、あ、ちょっと、うん。 うん真面目ですよ真面目です硬い硬派な内容ですよねえ硬派なんか僕やっぱ切った感じで言った方がいいんかね私もねそれはちょっと思ってた思ってたうんまあね今日はねちょっとやなさんの担当なのではいちょっとお願いしていいですかやってみます今週の H じゃないもんワードこちら女子アナ入社おお。 これはね、うん、罪だね